指数関数、対数関数の同関数の第2回ということでえ、前回やった対数関数についての同関数の公式。それを用いて、今回はまず指数関数の同関数に関する基本公式を導きましょう。e という自然対数の定と呼ばれる定数。それを定とする指数関数 y イコール e の x 乗こういう関数を考えます。 e の x 上というと、まだ慣れないうちは、ちょっと違和感があると思いますが、慣れてくれば、最も基本的な指数関数として、皆さんが親しむところのものであります。e というのは2.7182点点点点。そういうふうに無限に続く小数で表現されるある定数なんですが、とてもいい性質を持っていたんですね。対数関数においては、e を定とする対数関数 y、y コール log x。 その同関数 y' が x 分の1。こういうふうに単純になる。ということで、e という定数が大事なんだというふうにお話し,しましたが、実は e という定数の本当の良さは指数関数を考えるときに出てくるわけです。そこで y イコール e の x 乗という関数を考え、その同関数を求めるために、6行目 y イコール e の x 乗と置きますね。で、この式を x について解くと、x イコールログ y と。 解くことができるわけですで。これはログの定義そのものでありますから、この部分でよくわからないと思う人は、対数関数、指数関数、その章を復習し直してください。さて、このようになったときに、両辺を y で微分するいうことを考えます。6行目の x イコールログ y、この式を y で微分するわけですね。右辺は言うまでもなく y の関数。 ログ Y を Y で微分すると Y 分の1になるわけです左辺は X ですね X を Y で微分するとどうなるでしょうかそれは7行目に書いてあるように DX by DY ですつまり DX by DY が Y 分の1こういうふうに書かれたわけでありますから逆関数の微分法を知っている人そういう人にとってはもうもはやですね DY by DX すなわち E の X 乗の同関数は分かったも同然なわけですね 9行目、e の x 乗の同関数。これは dy by dx のことですが、dy by dx は、dx by dy 分の1。こういうふうにして求めることができるわけです。分母が y 分の1でありますから、y 分の1の逆数は y となるわけですね。y イコール e の x 乗っていうことです。で、このようにして、驚くべき公式が得られたわけです。それが14行目に書いてあることで、 e の x 乗っていう関数の同関数は元の e の x 乗そのものであるということなんですね。e の x 乗は微分しても e の x 乗そのものになる。こんなびっくりするような公式じゃないですか皆さんが今まで知ってる関数で同関数が元と同じになる。そういう関数はなかったはずです。この e の x 乗がそのような性質を持つ関数だということなんですね。で、この公式、これしっかりと覚えてください。 このように微分して元と同じになる関数っていうのは実は本質的には E の X 上しかないんです。本質的にはというのは E の X 上以外でこのような性質を持つものは E の X 上の定数倍。例えば2倍の E の X 上とか3倍の E の X 上とか。こういうのはみんな微分すると元と同じ関数になるんですね。しかし、このように E の X 上の定数倍で表される。そういうもの以外の関数については微分すると 同関数は元の関数とは必ず違ってしまうわけですね。この14行目の公式が何ともありがたい公式なんだということ、何回も強調しておきたいと思います。この公式を応用する問題が16行目以下に載っておりますが、その前に11行目、12行目の問い、これも大切ですね。上の方法、これをしっかりとマスターできているかどうか、それを確かめるために A の X 上の同関数、 でこれを求めてみましょうっていうことですね。えー、y イコール a の x 乗とここを置いて逆関数の微分公式を使えばいい。で、えー、今度は a というのが定に現れてますので、丸2ページでやった対数関数の微分公式のうちの、えー、定が a の対数の方ですね。11行目の右側の方の公式。これを使うことになります。で、もちろん指数関数というのは、 本質的にすべ、えー、て一つの定についての指数関数に書き直すことができるわけです。つまり、11行目の a の x 乗とかを書かれていますが、a というのは e を定とする対数で、e のログの e の a、えー、e というのがまずあって、その e の右肩にログの、えー、対数のいわゆる定が e、真数が a、ログの e の a、 そういう,う、対数が肩に乗る類乗です。自然対数の言葉を使ってもう一度言い直しましょう。え自然対数ですから、底を省略して言います。そうすると、a イコール、e の、e の肩に乗るのが、ログ a。こういうふうに変形することができます。この変形がよくわかんない人は、指数、対数、関数のところ、しっかりと復習してください。 で一般にこの関係が成り立ちますから、従って A の X 乗イコール E の、えー、E の肩に乗るのが、カッコ開いてログ A、カッコ閉じて X 乗と。この、これが肩に乗るわけですね、えー。カッコ開いてログ A、カッコ閉じる場合の X。こういうふうに考えてやると E の X 乗の微分公式を利用して11行目のお 公式これを証明することもできます。さて、16行目の例に進みましょう。2の実数 k に対して e の kx 乗の同関数は k 倍の e の kx 乗になる。これは合成関数の微分公式を使って簡単にわかります。かっこ2番 e のマイナス x 乗乗上。 この関数は統計学において特に大事な役割を果たす数学的にまあ大切な関数でありますのでよく出てきますね。でこれもマイナス X の事情というのを U とでも置いてやって合成関数の微分法を使ってやればいいわけですね。カッコ3番は E の X 乗かける c o s x と考えて積の微分公式を使ってやればいいわけです。対数関数の場合と同様指数関数が現れてくると今までの積小の微分公式の他に 合成関数の微分法というのが頻繁に利用されるようになります。20行目の問い。カッコ1番合成関数の微分法が有効ですね。カッコ2番に関しても同様です。カッコ3番に関しては、積に関する微分公式。これが大事です。カッコ3番の計算結果は覚えておくと、やがて皆さんが積分を勉強したときに、お、そういうことかというふうに思う。そういうタイミングがやってくると思います。 対数指数に関する微分法に関連して、さらに大事な話があります。テキスト104ページ、対数を利用した微分法、俗に対数微分法と呼ばれる微分のテクニックであります。これは実は、本質的に絶対これが必要だというわけではないんですが、知っておいて損はないというものですね。丸4ページの2行目、α を実数の定数として、x の α 上、 ただしここで x x は0よよりり大、大これれを0より大という範囲で定義さたの α が有理数であればすでに私たちはもう勉強してるわけですでも α は無理数かもしれない x のルート2乗なんていうそういう関数であるかもしれないわけですねその関数の同関数を対数を利用すると簡単に求められるあるいは対数微分法を利用すると簡単に求められるということです すなわち4行目 y=α イコール X の乗両辺は正の値を取るわけですから両辺の対数を取っておりますもちろんあ定は e と考えてるわけですねいわゆる自然対数を考えてるわけですでそうすると5行目のようになりますよろしいですか2行目の y=α イコール X の乗両辺の自然対数を取ると5行目ログ y=α イコール倍のログ xα がログの外に出るわけですね この両辺を X で微分してやります。この両辺を X で微分すると Y は X の関数ですから左辺は合成関数の微分法を利用することによって Y 分の1かける Y を X で微分したもの。こういうことで Y 分の Y ダッシュとなります。右辺は X で微分すると X 分の α でありますね。でこの式を Y ダッシュにつ,くとついて解きますと Y ダッシュイコール α 倍の X 分の Y。 で、この y は x の α 乗だったんだから、それを代入すると、結局 α×x の α-1 乗。こういうふうになります。こういうふうにして、対数微分法を利用することによって、私たちは9行目に書いてあるように、2の実数 α に対して、x の α 乗の同関数は、α 倍の x の α-1 乗である。この公式を証明することができた。というわけですね。 この公式、考えてみると、α が2とか3とか1とか、そういう小さな自然数の場合についてやっただけだった、最初はですね。それが2の自然数について成り立つということが分かり、それが0を含めたあ整数でも成り立つということが分かり、また0未満の整数で成り立つということも分かり、また α が n 分の1、ただし n は自然数、そういういわゆる単位分数、 につついて成りり立つことが分かりそしてそれを利用して一般に n 分の m と表される有理数の場合について成り立つことが分かっていたわけでありますが今一気にこの α が有理数を超えて全ての実数に対してこの関係が成り立つこういうことが証明できたというわけです。ところでこの重要な公式対数微分法を使うことによって鮮やかに導くことができましたけれども。 対数微分法を使わないと、この公式を導けないかというと、そんなことはないわけですね。すでに、丸三ページの11行目の問いで解説したものと似たような方法、ここで使ってやればいいわけです。皆さん、余白、どこか、少し余白く広めの方がいいと思いますが、次のようなことを書いてください。x イコール。つまり、x をですね、e を定とする指数で表現しちゃう。x イコール、何とかけるかって、e の。 e の肩に乗るのが log x ですね。x とは e の log x 乗のことであるということです。これは指数対数に関する基本事項です。従って両辺を α 乗してやりますと、x の α 乗イコール e の α カッコ log x 乗。こうなるわけですね。つまり、 e の肩に α 倍のログ x 乗が乗るわけです。そうすると、x の α 乗を微分するかに、右側の方、これをまあ微分してやればいいわけですね、えー。合成関数の微分公式を利用して微分するわけですが、まず最初に e の α のログ x 乗を来てで、そして、α 倍のログ x というの x で微分します。だからそれかけることの、α かける x 分の1。 こういうふうになるわけですね。と、最初に出てきた e の α 倍の括弧コログ x 括弧を閉じる乗っていうのはもともと x の α 乗だったんだからこれを x の α 乗と書き直してやると x の α 乗かける α かける x 分の1となります。言い換えれば α 倍の x の α-1 乗ということですね。9行目の式の右辺と同じ形がこのようにして導かれるということです。 対数微分法のもう一つの応用として典型的なのは10行目以降の例でありますね。y イコール、分数関数で分母が x-1 の3乗、分子が x プラス1かける x-2 の辞2乗こういうやつについて、小の微分公式を使う。こういうふうにしてももちろんできるんですが、実は対数微分法を使うととても便利だということです。まず、対数を取るために両辺の絶対値を取りまして、 10行目の式に両辺に絶対値をつけます。絶対値をつけて、そして対数を取ると12行目のようになります。そしてこの12行目の右辺の方を計算してやるわけですね。ログの x プラス1の絶対値、2倍のログの x マイナス1の絶対値、マイナス3倍のログの x マイナス1の絶対値。ログの中は必ず全部絶対値がついてないといけません。でしかしながら、微分するときには気楽なわけですね。 私たちはすでに勉強しているように、ログの絶対値 x の同関数は x 分の1で。こういう性質を知っているわけです。そうすると、14行目の式の両辺を x で微分すると、左辺に関しては合成関数の微分ですね。左辺は y の関数ですが、y が x の関数なので、左辺を x で微分すると、まず y で微分して、y で微分したものに dy by dx をかける。 dy by dx が y ダッシュと書かれるものですね。で、従って、14行目の左辺のを x で微分したものは、16行目の左辺になります。一方、右辺の方は、x で微分すると、それぞれ x プラス1分の1、プラス x マイナス2分の2、マイナス x マイナス1分の3。こうなるわけですね。で、これを通分すると、16行目の右辺のようになります。そこで、この16行目の式の両辺に y をかけてやる。17行目。 あとダッシュが出るはずです。この y というのは10行目で定義された y でありますからそれを代入すると18行目。で、18行目の式分子分母を適当に約分できるものは約分したりして計算してやると19行目。このようにして y' が求められるというわけですね。小の微分を使ってこの計算をするのより少し楽であるということを確認してください。 対数微分法をしっかりと身につけるために10行目から19行目までで展開された議論それをほとんど同様の関数について実行しなさいというのが20行目の問いです。